つなか配線でもいいので、どんどん広げてみてください。私は持ってきたなっていう人は、全然、多分広げてください。そして、配線広げても大丈夫です。Thank you.
に行く前となりました。ご自身の方は、あと1分でアップ終了してください。Thank you.
さあ、それでは私の合図とともに始球式を始めたいと思います。 3,2,1,4 でよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。 3,2,1,GO。したゲームを見せてくださいました。この試合をどのような熱いゲームを見せてくれるんでしょうか。両チームの選手に大きな拍手でした。
ちょっと、江戸のスターが、さあ皆さん
Thank you.
それではそれで来年公演となるユニットのルールに応じまして今の公演が行われるのがこちらでございます。これまで来年公演選手は来年公演となる方は同時に3人前で取り入れていましたが今シーズンより全ての公演で外国籍選手の最後までというルールに応じまして行われます。それでは編集の時に先ほどお願いしてもらっていいですか。よろしくお願いします。
Thank you.
白浜中央の皆さん、さらに声を出して選手に届けてください。
終了しました。これで今日はおかげ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 でそれではここからはハーフタイムパフォーマンスをご覧いただきましょう。まずはカメラを仕上げたハーフタイムスペシャルクリスマスショータイム Here we go。
にこの昨日の日も素晴らしい戦いを見せてくださっている選手たちに少しでも恩返しできればと、ちょっと会場を温めようかなと思います。ぜひ今日のハンガリーズファンの方もタオルを落とした方はブンブン今から回しますので、ぜひよろしければブンブンタイムに参りたいと思います。それでは我々の盛り上がる曲一曲をお届けしましょう。トリックスター
ぜひ皆さんの熱い演説をよろしくお願いします。
はい、今日背番号34山口さんをお願いします。ここで選手の対応を背番号9の山口、そして背番号21の背番号9が入ります。
いたします。本日の入場者数は1431名です。皆様ご来場に誠にありがとうございます。さあ、まもなく第4クォーターがスタートいたします。白川中央大学に大津半島の皆さん、タイトルもらっても通り第4クォーターのみとなりました。前半からここまで素晴らしいプレーを見せてくれている両チームの選手に、
我々大津田の思いが選手に届きます。行きましょう。最後まで力を振り絞って、
はい、こちら、こちら3分2秒56分56分となりました。以上、皆さんの声をかけていきましょう。Thank you.
してと思います。最後ですか。リモパちゃん、行きましょう。皆さんのディフェンスコードを強化します。
それから主要テーマよろしくお願いいたします。今日の最後のスタート、今日の13.9秒。Thank you.